時代、そして昔から変わらず長生き、元気、健康が一番。長寿だった徳川家康も健康愛好家だそう。ということで、今回ご紹介するのは名古屋市熱田区にあるお日様クラブです。高齢者の方が楽しく健康でいられる秘訣を一緒に覗いてみましょう。週に1回外出するところを作ろうということになります。友達を作って、仲間を作って、でゆくゆくはサロンを作っていってくださいというのがおっさまクラブの大きな目的なんですね。楽しいということで、今まで友達がいなかったんだけども、やっとこう仲間ができたとか、週に1回お日様があるから頑張れるとか、やっぱり皆さんにとってのこう生きがい、張り合いになってるみたいですのでね、すごく元気に帰られて、例えば杖を忘れて帰っていっちゃうっていう方もいらっしゃるぐらいで、本当にこう元気になって帰られるので、そういった姿を見ているとスタッフにとってはそこがすごくやりがい、嬉しいところですね。もう私たちの生活の一部、火曜日はここっていう式で、毎週楽しみに、あ、明日お日様だわ、明日楽しみだわっていう、そういうあれがあるね。全く私と同じことやってみましょう。いいですか？ちょっとここをします。見ててくださいね。左からいきますよ。1、2、3、三つ山おります、あります。じゃあここ3つ持って、全部3つつまんで最後までいきます。で最後までいくときもちょっと左に2、3ミリずらします。どうでしょうか？これで完成なんですけど、ちょっと確認しますね。いつも楽しんできてる。いつも楽しい。外から行けない方を捨てちゃったりするけど、今日は間違いないように。こういうの来たらみんなと触れ合ったりするのは本当に嬉しいので、12年生になるんですけど、ね、もうみんな体で元気で、そういう姿を見ると嬉しいです。昔頃じゃない時にはみんなで動物園に出かけたりとか、トヨタのね、ミュージアムに出かけたりとかしてたんですね。そういうのもう一回復活させたいなと思ってますけどね。やっぱり高齢者にとっては友達がいないとなかなか寂しいと思うんですよね。人とつながるってことはすごく大事だと思いますので、それでお日様クラブをうまく使ってほしいなと思うんですけれども、人同士がつながって、何かこう趣味がある者同士でクラブを作って、でまたそこのクラブに入っていない方にも、まあ、優しい見守り活動っていうのをして、みんなで地域でつながって、地域からの交流とか、お食とか施し、いろんな